赤石山脈。赤石山脈は、長野県、山梨県、静岡県にまたがって連なる山脈。通称南アルプスとも呼ばれ、飛騨山脈、北アルプス、木曽山脈、中央、アルプスと共に、日本アルプスと呼ばれることもある。ノコギリ岳から、光岳に及び、この区間の主要線には登山道が整備され、要所には、山小屋とキャンプ指定地がある。また、 その東の山梨県側は南アルプスコマ県立自然公園に指定されている。大井川、安倍川の流域は川沿い、または尾根が奥大井県立自然公園に指定されている部分もある。また、のこぎり岳の西に位置する幕岩から下流の都大川は三部川水系県立自然公園に指定されている。赤石山脈には日本第二位の広報である北岳。 300名の由来である赤石だけを筆頭に9つの山の3000メートル峰があり、10の山が日本百名山に選定されている。2008年12月、長野県富士見町から飯田市にかけての地域が日本ジオパーク協議会により、南アルプス、中央構造線エリア、ジオパークに認定された。2014年6月、南アルプスユネスコエコパークに認定される。 赤石山脈とは、最も講義には、諏訪湖を頂点とし、東では、釜無川と富士川、西では、天竜川に挟まれた山地を指す。この意味での赤石山脈は、いくつかの山脈の集合体という意味で、赤石山系とも呼ばる。赤石山系は、地形的には、南西方向では、静岡県と愛知県の県境の弓張山地、天竜川の対岸へと続いている。 講義での赤石山脈には、これも含まれることがある。しかし、赤石山系の西端に南北に走る伊賀山地、標高千6 0 0から1800メートルや、東端に、やはり南北に伸びる駒山地、標高千6 0 0から2000メートルと美信山地、標高線から2000メートルは、山系の中心をなす山々に比べて、かなり低いこともあり、 赤石山脈からは覗かれることもある。弓張山地についても同様である。これらの山々を覗いた赤石山系の主要部を赤石山脈と呼ぶことも多い。一般に南アルプスと呼ばれるのはこの意味での赤石山脈のうち標高の高い部分である。この南アルプスも細かく見れば三つの山脈の集合体であり、そのうち線上が竹から三武塩見竹荒川竹、 赤石武氏、青竹へと繋がっていく山脈を赤石山脈と呼ぶ場合もある。その場合、競技の赤石山脈と白鳳山脈、そして貝駒山脈、下記山昇が南アルプスを構成することになる。赤石山脈の名は赤色チャートが露出する大井川上流の赤石沢と、その源頭の赤石だけの名に由来する。北端には、 ノコギリだけかいこまがたけはやかわおねをさんと、連なる連峰が、北西から南東に連なり、かいこま山脈、この連山からの路側北沢峠を隔てた南側では、主に南北に連なる二列の山脈となる。東側の連山、白鳳山脈は、白鳳山山北岳、まの岳、のうとり岳と、しらみね南霊、広ろこ岳、黒こうち岳し、ざるが岳などと呼ばれ、 西側の連山、競技の赤石山役は、千城が竹を北端とし、潮見竹し、両者の連なる長大な尾根を、千栄尾根と称する、荒川三山、赤石竹し、聖竹、上河内竹し、茶臼竹から南アルプス最南端の光竹に至る。光竹より南にもさらに山が連なり、光竹南は新南部と呼ばれる、大無限山、黒蜂竹など。 飛ダ山脈が急峻な山陽の山が多いのに対して赤石山脈は北部のカイコマガタケノ岳一帯と北岳の一部を除き比較的なだらかな山陽の山が多い。これは赤石山脈が飛ダ山脈より新しく隆起した山々であるため比較的侵食が進んでいないためだと考えられている。大部分の山々は中世代白亜紀の砂岩。 結岩、粘板岩などの地層からできてて、山肌は黒っぽい。ただし、北端のカイコマガ法王三山の連邦だけは、河口岩よりなり、山肌が真っ白で、赤石山無役の中では異彩を放っている。また、最終表記の氷河の痕跡である建国が、戦場ヶ岳、ケ、魔の竹、荒川岳などに見られる。赤石山無役は、年間4ミリメートルほどの隆起が続いており、 この隆起速度は世界でも有数である。よって、この成長が持続的に続くと仮定すると、現代から数百年後には、魔の竹が単独で日本第3位の孔となり、遠い将来には、カイコが竹も3000メートルを超える標高になると予想されている。競技の赤石山脈の西側には、稲山地が平行して南北に伸びており、その間の谷、 国道152号が通っているは、中央構造線によって作られたものである。前日の通り、日田山脈と比べて侵食が進んでいないため、土壌がよく発達しており、森林や高山植物も全般的には日田山脈より豊富である。また、日田山脈より南側、太平洋側に位置しているため、陶器の降雪量は日田山脈より少ない。そのため、 植生は全般に、日田山無役よりも200の300メートル上方側にずれており、森林限界もその分だけ高めである。特に、大量の積雪によわや鉱山対新葉樹林の発達が良い。ただし、残雪に依存する姿勢の鉱山植物はそれほど多くない。一般的には、海抜1700から1800メートルあたりまでが、落葉鉱葉樹林。 海抜2600から2700メートルあたりまでが、阿鉱山帯新葉樹林、それ以上が鉱山帯となっている。北岳、草滑りと山頂南側の両線線上が岳、北荒川岳、山腹峠、中岳、荒川中学などに非常に大規模な鉱山植物のお花畑があることが知られている。北岳の山頂直下では、 その固有種の北岳層が自生する。以下が主な源流の河川で太平洋へ流れる。以下が赤石山脈にある主な峠。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。